にちは、ひだまるです。今日は吉祥寺で超人気の居酒屋、若笑い純粋さんにお伺いしたいと思います。というか今、吉祥寺駅から徒歩10分ぐらいでもう着いてるんですけど、早速この純粋さんの美味しい鉄板焼きと空気感をご紹介していきたいと思います。行きましょう。今日は、グッドラックバーバーの吉岡さんとちょっとご一緒することになって、ちょっと一緒に楽しい時間を過ごしたいと思います。一周年ですね。ありがとうございます。エネルギーのある人と乾杯するとうまいっすね。これ何ですか？これはあれです。昔って電話って12円だったんですか？お値段、はいはい、お値段を終わってご予約をしてくださってる方に来店いただいたら、卵料理をそのまま20円引きになるように。ありがとうございます。これはアイスクリームですか？ポテトサラダみたいですよ。お通しから楽しませてくれる純粋さん。うまい。なんか食べていきましょうか。こういう時はね、魔法の言葉があるんですよ。何をやればいいか。おすすめって何ですか？おすすめですね。お刺身とかもおでんも美味しいですけど。取るところが大きい。ちょっとオーラ入れてる。エンターテイメントしすぎじゃない？コーラでちょっと刺身をいただきたいと思います。いただきます。うまい。うまいですね。コーラなのにうまい。あと新鮮っすね、魚が。なんだこのエンターテイメント感は。これじゃん、醤油が島醤油、甘いやつ。ちょっと待ってください。ひでまる来たよ。ひでまるさん、はい、自己紹介からお願いします。お願いします。沖縄出身で。おもう気づいてますよ。沖縄出身でボクシングで、ボクシングでプロとしてもやってますし、知ってます。そうですね、レッスンもしてます。おお、ね、ちょっと秀丸って言います。秀丸さん、ちょっと軽く脱いでこいつに。軽くですよ、軽くで。軽くじゃ済まないですよ。お前、ありがたいと思うよ。いいですか？はい。3、2、1、ドン！いくぞ。はい、よいしょ。もう一回。もう一回。よいしょ。トンペ焼きうまそうですね。自分でちょっとね、仕上げました。トンペ焼き。格別ですね。うまっ。チーズが濃厚。チーズと卵が。
気まぜてる。おい、卵がこれ踊ってる。踊ってるな。踊ってる、ダンシングライト。ダンシングライト。何がやねん。卒業写真を出してください。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。いきます。お願いします。おい、イエローカーベッツ。おい、見てください。この一本道。歩きたい。おいよ。はい、チーズは好きですか。はい、好きです。わがままですね。じゃあ本日ファイナルドンペ皆さんでよいしょよいしょ、はい、お願いしますよ。はい、はい、いきます。ドンペ、よいしょよいしょ。これがうまいですか。